この視聴者前のね、この広場にチケットって書いてあったら何かと思ったら、これスケートですね。なんかどこだっけ、どっかで見ましたね。ブラチスラバか、ミニミニスケート場見ましたけど、こうなんかリンクがありますね、公園の中に。あースケートか。そういえばロンドンでもあったな。ロンドンでもね、どっかの前にありましたね。寒い、雪がパラついております。これでもなんかいろんな、あっちの方とか迷路みたいにいろんな風に行けるようになってるんで楽しいかもしれない。なんかゴーカートのコースみたいになってる。これがですね、どうやらトラム乗り場みたいですね。ここに待合室がありますが、じゃあ次のトラム待ってみたいと思います。はい、というわけでですね、視聴者前ですが、トラム、ウィーンのトラムにですね、乗ってみようと思います。結構ね、トラムといえば恒例なんですけど、僕としては。来ましたね、乗ります。よし、降ります。いや、良かった。この車両で新しい方じゃなくて良かったです。というわけでトラム乗ってみました。結構車両がすごい白と赤で可愛くて、あ、また来た、良かったです。この後はちょっとカフェでも入って作戦会議立てたいと思います。いや、いいな、これプラハのトラムみたいで可愛いです。で、今トラムでね、こうずっと走ってきたこの通り、これリング通りっていうのかな。結構まあこの辺ウィーン歴史地区で有名な地域なんですけども、ちょっと歩いてカフェを探したいと思います。ついついね、居心地が良くて長居してしまいましたが、優しいね、店員のお兄さんが僕の大好きなソファー席に座らせてくれました。約1時間以上もういましたかね。ミランジェを相変わらずまあ頼んでみて、ここのミランジェは 3.4 ユーロでしたね。美味しかったです。で、調べ物っていうか、この後どうしようかなと思ってちょこちょこ見てたんですけども、とりあえず国会議事堂に行ってみようかなと思って、日が完全に落ちてしまう前に、まあもうほぼ落ちてますけどね、国会議事堂の前まで行ってみて、あとはちょっとオーストリアっぽいものを食べたいなと思って、ちょっとお店カフェをね探して行ってみようと思います。はい、こんなカフェでございました。はい、先ほどの乗ったトラムですが、このね、ステーション、トラムステーションも夜になると結構雰囲気が変わってきますね。こっちは新しい車両です。新しいですね。そして、ここに見えてきましたね。これは国会議事堂です。こんな感じでございます。国会議事堂前です。なんかギリシャ神殿みたいだなっていう感じしますけど、本当にその通りでですね、そういう要素を取り入れて作られたそうですよ。これやけにこのみんな入っていくんだけど、これ中入れんのかな。国会議事堂なんて普通入れないですよね。
はい、今ちょっとね、中入ってきましたけど、やっぱり中の方は入れないんですけど、でも入れる時間帯があるみたいですね。今日はちょっと終わっちゃってるんですけど、ガイドツアーがあって中入ったりできるみたいです。16時までかな、最終が。明日はまた11時からあるそうなんですけど、明日は僕もうウィーンにいませんので、入りたい方は入れるということなんで、で今もですね、一応まあ受付自体は空いてますし、お土産ショップみたいなとことか、あとはカフェは空いてるので入れますね。1階の部分は入れました。というわけで、ご飯食べに行きたいと思います。ご飯なんですけど、ちょっとね、オーストラリア的なね、なんか食べ物あるかなってさっきカフェで見てたんですが、カフェフンメルってとこがあって、シュニッツェル、まあオーストラリアでなんか有名な食べ物らしいですね。というわけで、カフェフンメルまで歩いて行ってみたいと思います。ここからすぐ近くです。